行かさない先輩も寂してごめん。今回あれがやってきたのは誰とも大いに語らぎのスカイ横須賀市、そして横須賀といえば三笠港。こちら火災現場の宿で激しい勢いで燃えています。感じるぜ、デュエリスト特有の殺気ってやつをな。はははは、おいらのゾウさんブラブラブラー。消防皿まだでしょうか。おかしい、いくらなんでも遅すぎる。ユノーの消防は大変に優秀で、今回は通報から5分以内に現場に到着できるように設計した。ああ、どれもこれもクソ番組ばっかりで、綾波退屈です。何か綾波を満足させる娯楽はないものか。そんな綾波さんに、いい番組があるよ。キャース、方針入社。ちょっと誤解だって。消防車が来たー。いや、このサイレン音は、来たー、だと。7月4日に放送されたアズレン公式生放送、三笠大先輩のお家で横須賀散策、トークイベント配信スペシャルを一緒に見ようか。綾波、生放送は見逃したのでちょうど良かったです。でも、もう少し来たら同志とリモートゲーム大会の約束があるです。大丈夫、そんな綾波さんのために要点だけピックアップしておさらいするから。それではアズレン公式生放送、三笠大先輩のお家で横須賀散策、トークイベント配信スペシャル総集編スタート。アズレン公式生放送、三笠大先輩のお家で横須賀散策、トークイベント配信スペシャル。押してまいる。三笠大先輩の上で始まった今回のトークイベント、なんと士官室に入れてもらったみたいで、進行はここで開始されたね。この動画ではアズーレンの情報に要点を絞るから、時間のある人は公式の動画もぜひ確認してね。どんな情報が出てくるのか楽しみです。最初はツイッターフォロワー数60万人達成記念カードの紹介。こちらツイッターのフォロワーが60万人とっくに達成いたしました。なんか聞こえた。どうしたのかな、なんかラグってるのかな。10万人くらいラグってるのかな。もう70万人達成しているのでは。これについては本編で確認してね。ちゃんと戦略があるみたいだから。ちなみにこのカズモーションはアズレンステーションからですね。証を作ろうとして生まれた何かだね。まさか家具になるとは。家具はないかいの戦いですが、家具の大先生の先はまだカービィの方みたいな。ちょっとなんか可愛い。こっちホラーじゃないですかこれ。こっちは何を作ったのか。どっちも証です。そしてここが最新情報、 PV で始まった最新情報だけど、前々から噂されていた開発艦第3期だったね。うわー、めちゃめちゃかっこいいプロモーションビデオですね。すごい気合い入っているです。第3期開発艦は PV に出てきた5隻だね。今回は欧州艦が集中していたね。各艦船の詳しい内容は生放送内で説明していたので見返してみよう。シーツの構想に至る内容やキャラについての説明があったから今から予習しておこう。
弾幕のサンプル動画を見せてもらったけど、開発中なので変更する可能性はあるとのことだよ。開発中なら無双品も必要ですし、ね、何由来のエネルギーすごいですよね。こんな弾幕使うキャラそんな7月9日木曜日だよ。なのにまだ調整中ギリギリまでね、かねギリギリまで調整頑張っております。ギリギリまで粘るぞ計画家を。もうすぐそこじゃないですか。そんな運命は7月9日木曜日から販売は7月22日までの期間限定販売となっております。協会委員会についても説明があったりです、はい、そして特別ミッションが登場、はい、特定の感染の強化ユニットがもらえるイベントが実装予定です。ゴーシックスの方でもアズレンコラボは近日開催されるようなのでこちらも要チェックだ。こちらはですね、明日7月5日の日曜日の夜にですね、ワールドウォーシップスさんの方が、生放送されるそうで、そちらにてワールドウォーシップスの方のアズレンコラボ第3弾の内容を発表するということですので、ワールドウォーシップスも、プレイしてるよっていう指揮官の方はぜひ明日の、ウォーシップスさんの生放送の方も、ぜひチェックしていただければと思います。開発館については以上だったね、はい、次は大陸版3周年イベントで告知されていた大艦隊システムと精錬作戦の進捗について、まだ開発中とのことで具体的なことは触れられなかったけど開発中の映像を見せてもらえたね。なかなか壮大な内容になりそうですね。実装はよ。ゲームの最新情報は以上だよ。続いてはグッズについての情報。アンソロジーやドラマ CD、グッズ販売などゲーム以外でも相変わらずいろいろ展開しているね。で、過去にも耳かきボイスだったり、おはようボイスだったかな、なんかボイスが特典でついてたんですけど、今回も特典がある予定なのでぜひお楽しみお待ちください。ふうちゃん15円で買されます、はい、さあこんなラインナップになってますけれども、あ、かっこいい、はい、そうなんですよ。9月17日にはクロスウェーブの任天堂スイッチ版が発売されるようだね。他にもいろいろお知らせがあるということで、まずはこちらをご紹介します。加賀友禅プロジェクトでございます。そうなんです、はい、何ですかこれ。次は加賀友禅とのコラボについての紹介があったり、大原さんはお詳しそうですね。ちょっと画前興味が湧いてきましたが、ソフマップやベース衣装の裏話が聞けたよね。なんか内装もすごい気合い入っているんですよ。この前オープンさせていただいて、我々何も考えずにレースクイーンの衣装を出したわけではなくて、実はちょっといろんな施策絡みで、本当はそれと絡めてレースクイーンも一緒に出して二重楽しんでもらいたかった、はい、いろんな意味でこうドーンとやろうと思ってたんですよね。お次はリアルイベント、はい、おうちで横須賀散策の具体的な内容が発表されたね。今年はコロナウイルスの影響で台無しになっちゃったけど、オンラインイベントに切り替えたようです。はい、本来は現地での限定発売だったグッズが通販になり、各商店街からのメッセージやグッズ紹介がありました。現金入りをためた分、グッズの購入にお金を使えそうですね。期間にご主催欲しいです。だから私が欲しいよ。これ地方民にとっては災い転じの服になったよね。本来は商店街に出向かないと買えなかった限定グッズが家でポチるだけで購入できるからね。いろいろ買って商店街を応援しようね。動画本編でアズレットしているんで、後でどんな商品があるかチェックしておくで。ヨースターのオンラインショップにて7月23日から8月31日の間で販売予定だそうなので、お金を貯めて待とう。あとは期間が参加可能なコラボ内容も用意しているので、一つ目は三笠大先輩の私服を書いてみようというもの。みんなの妄想力を全力でぶつけよう。 SNS 投稿していただければ応募完了といった内容となっております。もう一つのコンテストは
内容紹介を。次回の横須賀散策のポスターを制作するとのことで、横須賀を散策したくなるキャッチコピーを募集するとのこと。採用されたらそのキャッチが広告になるので、キラメーター投稿しようかな。以上がおうちで横須賀散策のコラボイベント内容でした。横須賀を散策しに行きたくなるというようなですね、キャッチコピーを考えていただくというコンテストとなっております。あとは三笠先輩の世界の完成について熱い裏話が語られたね。いろんな裏話や補足があったので、シーズな情報もしっかりチェックできるね。その話の中でついに三笠常設化の告知もさらっとあったよ。時期はまだ未定だけど、三笠ミニウスの指揮官は嬉しい情報だね。さらっと重要な告知でしたね。こちらも泣き通しで。というわけで約2時間に及ぶ内容を簡単に紹介しました。ゲームをリアルイベントも面白そうな内容がどんどん控えているね。ゲームを遊びながら楽しんでいきたいね。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。今回は本当にありがとうございました。バイバーイ。心識中断心理交換者効果、あなたが呼びましょう。消防車、いや、また休憩しとったんかーい。あなたの登録でモチベーション、チャンネル登録お願いします。